鈍工事支援スクールネバーマインドの東京本校に来ています。あの話聞きたいなっていうふうに思ってるので、きっかけがあったのか、なんで私だけって思ったこといっぱいありますよ。でもなんか耐えなさいって言われてるような気がして、本人は大丈夫だと思っても心って案外苦しんでたりするじゃないですか。横には誰かがいたんですよね。私って生きててよかったってすごい思ったんですよ。こうやってもやってもこう自分が学ぶことの方が多いし、自分が癒されてることの方が多いし、本当に人って変わるんだなって、私が一番得たものは実は私自身の自信だったかなって。だから心に皆さんにとってどういう存在ですか？宝物です。ナンバーワンの家族だと思います。お母さん、ヤンキー。人を救うってどういうことだと思う？自分も救われることだと思います。